吉谷さん、お疲れ様です。ようこそ私の我が家へ来てくださいました。お疲れ様です。まあ、あのね、吉谷さんと話すとね、まあ楽しいっていうかね、なんかすごく分かるわーってところがね、かなり大きいですね。まあ、多くの方には言ってもしょうがないなっていうことがね、正直あるわけなんですよ。ですんで、今回させていただいた対談というか雑談っていうのは非常に実りのあるものだったと思いますし、まあ、この話がね、参加できる人が早くね、もっと増えないかなと思います。今は多分ね、私と吉谷さんの対談を聞いても、まあ、ちんぷんかんぷんとかね、雲の上の話だっていうふうにしか捉えられないと思うんですよ。で、なぜそういうことが言えるかっていうと、まあ、私もね、最初からこうだったわけではなくて、2013年の6月14日までは、多分このレベルの話してもポカーンとしたもんだと思うんですよ。もう別世界の話っていうかね、それはお前らだから言えんだよみたいな感じだと思いますけども、今はね、その8年間ずっとやってきて、8年程度でこういう風になるんだと思いましたね。40過ぎてから始めて、インターネットの世界でね、ビジネスをしてきて、集客をしたり、多くの方と出会った中で、こういうことになるんだなっていう風に思いましたね。で、未だに私はセルフバックをやっているというね。セルフバックのスケジュールがこういう風にメモされてまして、セルフバックのね、こうやって進行状況をファイルにしてるわけですよ。で、完了したらこのファイルをまた記録アーカイブにしといて、また新しいファイル作るみたいな感じで、そういう風に私は進めてますね。ここ10月に始めたセルフバックですよって書いてるでしょ。で、これができたらまたシールをね、ちょっと出せませんけど遠くて、シールをここに背表紙貼ってきちっとした資料にするって感じです。これ未だに同じで続けてます。吉谷さんがブログを書いてるように、私はね、アナログで整理してますね。だからね、ネットビジネスやっててもネットにやりきれてないところがあるんですよ。まだこういう風なもので管理した方が視覚的に見やすいとか安心っていうものが私にも多少ありますんで、こうやって YouTube で見せてるところは割とね、デジタル化されてるように見えるようですけど、9割は私アナログですからね。ですんで、まだ動き出せてない方と何ら変わりません。はっきり言ってちょびっとしか差はありません。そのぐらいでも億っていう単位で差をつけることができますし、多くの40代50代の方はもしかしたら住宅ローンがね、まだ20年残ってると思います。私はありません。何年も前からありません。家を買う前からもう買うんだったら一発みたいな形でした。それはね、自慢したいわけではなくて、そのぐらいの威力がインターネットを使ったビジネスにはあるんですよ。なぜならインターネットを使ったビジネスって経費がかからないじゃないですか、ね、経費がかからないように影響力が強いと。だからこっから始めないと、インターネットから始めないと、いや自分はネットうまくできないからとかね、パソコン苦手なんでっていう方はずっと人生が苦手になります。もうそれにつきます。だから苦手を得意にしていくこと、これが仕事だと思うんですよ。これがね、仕事っていうのは何も就職した職場にあるわけではないんですよ。そこだけではないです。自分の人生に苦手を得意とする、そういう瞬間って結構あると思うんですよ。で、まさにそれが仕事じゃないですか。ライフワークというかね、その繰り返しですよ。もう結局は自分の体で勝負するしかないんですよ。いくら言い訳をしてね、自分の生い立ちがどうとか親がどうとかね、他の人とは自分の運命は違うんだって言ったところで、結局自分の人生を自分で踏みしめていくことには変わりありませんし、100年も経ったらみんないなくなります。その短い人生の中で、より自分らしく自分らしさを取り戻すためには自分で全てやっていくしかないと私は思いますよね。ですから、自分でやる自分でやるって言ってもサポートはいりますよ、周りの人のね。そして時には速稼塾なりドリアカなり他のものなり、それを助けてくれる、そういうふうなコミュニティに入る必要はあると思いますけども、でも基本的にはね、自分の手と足で動いていくしか、高い山を登る方法はないんですよ。だからそこにつきますよね。だから何かに参加するだけで、いきなりなんかひらめいたようにね、儲け方が分かったりとか、そっちの方向に進んでいくことではありません。繰り返しますけども、私は吉谷さんも、誰か分かんないようなね、もうその辺の数にも入んないような存在でしたよ。それこそ日本国民の一人に数えられていいのかどうかっていうレベルからですからね。で、今でも大したことができてると思いませんけども、とりあえずお金の問題は片付きました。ただそれだけです。他はもう変わりません。多くの方とね、お金の問題が片付いた、その根本的な原因はビジネスを日々してるんですよ。24時間365日、寝てる間もしてます。ただそれだけです。
ビジネスに見えるのか見えないのか、その差は多少ありますけども、でも私でもね、毎日誰かからの入金をいただいてますよ。じゃあそうしないとやっぱりお金の問題からね脱出できません。そして入金された方は多少なりとも自分の判断でこの人を信じてみよう、かけてみよう、一緒にやってみようというふうな強い意志を固めたわけであって、衝動買いでも何でもないですからね。特に私の場合は銀行振込しかやってないんで、相当入金がめんどくさいと思いますね。手数料もなんか600円だかなんか払わないといけないんでしょ、420円だか、そういうところも気になるぐらい支払いめんどくさいと思います。だから私はノリで決済してほしくないんで、わざわざめんどくさいままやってるわけなんですよ。まあ決済システムこれからね入れないといけないかもしれませんけどね。まあというところでいろいろとお話ししましたけども、吉谷さんとお話してね、改めて自分がまだまだだなということも分かりましたし、でも先頭走ってる部分もあるなと、背中を見せていかないといけないなという部分もありましたしね、とってもいい機会になりました。ではまた、対談動画なり次回の返信動画なりお待ちしてます。